School of Lock. Girls Locks. Girls Locks.スクールオブロックの女子クラスガールズロックス1週目担当郷力彩芽です。 いやなんか今ふと思ったんですけど、私今のこの自分の名前を紹介するのをスラスラって言えるようになったなってなんかね今ふと思った最初ちょっと噛んでたなとかね、ごめんなさい、すごくくだらない話をしちゃったんですけど、いやこれね最近のちょっと近況を話したいなと思ってるんですが、まあ相変わらずドラマをね今撮らせていただいて、私の嫌いな探偵を撮ってるんですけど、まあ明日放送でね、これ夜ね11時15分からなんですよ。スクールオブロックフライデーに投稿した後はぜひ、あら23時までフライデーだけあれなんですね、10時から22時から23時までってことは被らないで私の嫌いな探偵が見れると、いやーありがたやってね思ってるんですよ。ふと思ったんですけど、まあ、明美ちゃんが結構昭和なことをすごい知ってるキャラクターで、あらとか、なんかおばさんみたいなワードをよく使うんですよね。で、もともと私もちょっとおばさんキスは入ってる方なんですけど、明美ちゃんをやり始めてから、なんかとにかくね、おばさんっぽくなってしまってる自分がいて、やだ、やだね。あんまり役に引っ張られない性格だと思ってたんですけど、ちょっと今回は、ま、なんかちょっと自分に似てる部分もなんか明美ちゃんはあるんですよね。なんか割と私に近いなって思いながらこう、思う部分がすごくあって、お芝居をしてても。テンションマックスな感じとか。家のあやめはいつもそうだよって母に言われましたけど。だからね、まあ、おばさんにはなりたくないなと思いながら、あらとかもう言わないようにする。ぜひ見てください。明日は男優話です。じゃあね、今日は時間の限りみんなが私宛に届けてくれたメールを読んでいきたいと思います。いや本当にね、いつもみんなメッセージありがとうございます。嬉しいです。学校掲示板以外にもメールでも届けてくれていて、本当にちゃんと読ませてもらっています。じゃあですね、今日は東京都15歳女の子ラジオネームレイトちゃん。最近とても悩んでいることがあります。実は未だにクラスメイトと馴染むことができず、いつも一人で行動しています。自分から話しかけようと努力はしてみるものの、小学校の頃にできたトラウマが原因でなかなか話すことができません。それで自己嫌悪に陥ったりします。絵を描いても暗い絵しか描けません。どうすれば自分から話せるようになりますか？どうすれば郷力さんのように明るくなりますか？なるほどね。でも、なんだろう、学校に行くとこれって絶対に一回は悩むことかなって思います。特にその小学校から、また中学校に変わって、高校に変わってって、いろんなどんどんね、新しいこう友達が増えていくっていうか。まあ小学校は特に近所が多かったり、まあ中学校までそういう近所が多いけど、高校とかになると、ねえ、どんどん全然知らないところからもこう増えてきたり、初めての人が多かったりする分、やっぱ悩むことってありますよね。ちなみに私も今こんな性格ですけど、小学校中学校はすごく人見知りだったので、あんまり自分から話しかけた記憶がないんですよね、私も。なんかでもどうしてたか忘れちゃったな、どうしてたんだろう。ただでもやっぱり幼稚園が、小学校の頃は幼稚園が一緒だった子と、たまたまそのダンスレッスンも一緒にやってる子がいて、その子がすごく明るい子だったから、そっから輪がどんどん広がってた気はする。なんか、あやめも行こうよって言ってよく誘ってくれて、だから私から話しかけた記憶がやっぱないんですよね。でも、レイトちゃんは自分から話しかける努力もしてるから、それはすごくいいなって私は逆に思いますよ。私は多分まさもうむしろ自分から多分話しかけることすら多分あんましてこなかった人だったの。それ中学校までは特に。高校からはやっぱいろいろ仕事とかし始めたりとかして変わってきてたけど、ただねこの小学校の頃にできたトラウマが何かはわからないけど、なんだろうね、話しかけられないから自分のせいだって思わなくていい気がするな。さっきね最初にも話した通り、多分みんながそれぞれうまく話せなかったなとか悩む
ことってあると思うから、うん、なんだろう、あ、今日もうまく話せなかった、今日もダメだったって思って、自分の中でそのなんだろう、マイナスなことばっかり考えちゃって、自分のせいばっかりにしちゃうからこそ、なんかどん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 こう自分が殻にこもっていっちゃうのかなって思うから、だから私も実は未だにその人見知りっていうのは慣れてないじゃない、完全に治ってるわけじゃなくて、ただでも意外とこの女優さん俳優さんとかって人見知りの方も多かったりするんですよ、まあ私も含めてですけど、そういう時に人見知りの方とお会いすると、何を話していいか私もわからない、まだ何を話そう、どうしようかなって考えてるうちに、どん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 やっぱ時間が過ぎていっちゃうし、でもそういう時に思ったのが、あ、自分は心を開けておけばいいんだっていう、それもなんだろう、すごく難しいことなんだけど、なんかそのいつでも話しかけていいよっていう雰囲気を出しておく、でもそれって多分自分が喋れないから、自分がダメだからって思ってる時って絶対出ないから、私はいつでも受け入れますよじゃないけど、そういうのって大切なのかなって最近思ってるかな。まだ私も全然ね、その話すのと、あの話すことはすごく好きだけど、話すの得意な方ではないと思うし、あのやっぱりね、最初からうまく話せる人なんていないから、だからね、から私もともと人間観察も好きだったから、あ、あの人こういう趣味持ってるんだとか、やっぱね、一番仲良くなった中学校とかでこう仲良くなった人ってダンスが好きだったりとか、本当にそういう共通の趣味だったり好きなものが合うとすごく仲良くなれるんですよね。だからなんかそういうのをこっそり、まあこっそりっていうのも難しいかもしれないけど、ちょっと探ってみたりとか、あ、この子と仲良くなりたいなって思ったら、この子何が好きなんだろうってちょっとリサーチかけてみるのもありなのかなって私は思うし、とにかくね、でもね、レイトちゃんがね、何より一番ね、大切にしたらいいかなって私が思うのは、多分レイトちゃんが笑顔でいることだと思います。そうするとね、やっぱりプラスなものってどん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 引き寄せられてくると思うし、自然と明るくなれる気がする。でもそれって一番大事かなって思います。あなたは今笑えてますか。吉田文也さんで花になれという曲だったんですけど、いいですね、花になれ。あ、もう私本当この歌、最近あの羽生結弦選手がエキシビションで踊っていたって言っていいのかな、滑っていた曲だったんですけど、本当たまたまテレビで見ていいなと思って、ちゃんと歌詞を見たら本当になんか強くなれる曲だなと思って今日流させていただきました。でもね、なんか笑うこともやっぱ大切だし、自分がどんどんね、なんかもちろん私失敗とかってしてもいいと思うんです。失敗するからこそ成長できると思いますし、それが自分の強みになると思うんで、でも笑うことは忘れないでほしい、うん、でもね、私の笑顔の源は本当にみんなのメッセージだったり言葉だったり、本当にいつも支えられてます。本当にありがとうございます。もうね、ますます頑張れちゃうんですよ私は。みんなに笑顔とか勇気とかパワーとか届けられたらいいなって思ってるんだけど、それ以上に私がいつもパワーをもらってるというありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。今月の投稿はこれで終了。あっという間ですね。来週は広瀬すずちゃんが毎日投稿します。それでは私とはまた来月の1週目にお会いしましょう。剛力彩芽でした。Cool.